くらいね、非常にこう価値のある本なんですよ。で、いやこれちょっと、ね、いつか紹介したいなと思ってたんですけどね、まあそろそろちょっと紹介すべかすべかというわけじゃないけど、ちょっともったいないという状態に陥り始めておりましてですね、まあ、そういう話を聞いたもんですから、まあ、ちょっと今回ね、まあ、特集してみようかなということで特集しようかと思っております。まあね、その本当はこの昔からのね、これをやってらっしゃる方々にはちょっと物足りないところもあるかもしれないんですけどね、まあ、スピリチュアル側の視点だということでちょっと、ね、ちょっと前置きしてですね、まあ、完全に私信者じゃないのでね、そこら辺もちょっと、ちょっとご容赦願いたいなと思います。ただね、この本の素晴らしさっていうのはね、すごく、感じておりましてですね、それをちょっと紹介していけたらなと、思ってる次第なんですね。はい。で、まあ、ちょっとね、すごく残念なのはですね、ちょっとなんか、まあ、成長の家で検索するとですね、なんかちょっと内紛みたいになってらっしゃるってことを書いてあるところが結構あるんですよね。で、なんか聞くとおりになると、この、まあ、新しい、まあ、今の成長の家がこの生命の理想をですね、売らなくなってしまったっていう話があるんですね。で、これはまあどういうものかっていうことを先に説明しますけど、その谷口正治さんという方がいらっしゃいましてですね、まあ、その方にこう降りてきた、まあそうですまあ、ちょっと神様までの名前はちょっと私ちょっと完全に調べてないんですけど、まあ、降りてきた霊言といいますかですね、まあ、今でいうチャネリングというかですね、まあ、ことになりますよね、になるんですけど、そういう本なんですね。で、まあ、例えばね、どっかちょっと紹介してみましょうかね。これね、これもう最初からすごいとこ行っちゃうかな。ここから行きますかね。まあね、まああとこの本はね、まあ、昭和の、まあ、昭和6年とかにね、こう書かれ始めたものなんですけど、発行が6年ですかね。それはちょっとはっきりわからないんですが、この本を読むとですね、病気が治ってしまうという、すごいその昭和6年ですけど、そこを評判になった本なんですね。で、私ね、これね、読むとね、ああこれ治るよとそういう感じがす、まあ感じられるんですね。 なぜかというとね、まずすごくバイブレーションが高いってこと、まあだからこの本自体がね、すごくエネルギーが高いんですよ。で、まあこういうものを読んでるとやっぱりすごくこうエネルギー入っちゃいますしね、病気治るよなってちょっとまず思ったってこと、あとはその病気の治し方についてね、やっぱりこうなんて言いますかね、こうまあこう悟り、半分悟りですね、悟りみたいなところへやっぱりその人の境地を持っていくんですね、この教えがですね。それがすごく勉強になりますね。で、まあ基本的にはその、まあ、成長の家の信者さんの方っていうのはね、まあ政財界の方が多いという話も聞いておりましてですね、あとまあ傾向としては、まあ天皇をまあこうね、まあ基本に、国の基本においてですね、まあ、維持していこうというか、その堅持してい、こうというような、ね、姿勢があるところでいらっしゃいまして、まあ、神道なんかとも相当融合性がいいというか、融和性がいいと言いますかね。であとここの特徴で万教起一というまた素晴らしい考え方がありまして、全てのね、教えは一つなんですよということをね、言ってらっしゃるところがあるんですよ。でね、私もちょっと若い頃にね、この話を聞きましてね、ここレベル高いなとかって、その宗教団体でありながらですね、非常にすごい、バイブレーションが高くて、素晴らしいとこだなと思っていたんですが、今ちょっとすごい非常に内紛状態に陥っておりましてですね、困ったなというような状態ではあるんですね。まあ私はもちろん信者ではないんですが、まあこの本を読まさせていただいてですね、このすごい、こういうすげえ本、すごい本があるぞということでね、ちょっといつかね、スピーチャーテレビを紹介しようかと思って、まあ
これ今少々タイミングなんじゃないかなと思ってちょっと出しているとこがあるんですけどね。はい、ということでね、はい、これすいません、これ皇后さんの名前入ってるんですけど、これちょっと読めなくてすいません、あのひらがな振ってください。はい、くくりさん、生の実装大好きです。ああ、そうですか。あ、さくのさんこんばんは、チョコリンゴさんこんばんは、ニューミヤさん、くくりさん、キゲワイさん、ララコさん、チーロンさん、あけ、プリンさん、あけとさんこんばんはということでね、初めて参っておるんですが、あ、大丈夫です、こんばんはということでね、そうですね、これそうね、あ、なんかこれ言っちゃっていい人はいるわけだよね、この中でね。その例えば JAL のね、稲森明夫さん、なんかもですね、愛読されているということですね。確かね、これ聞いた話なんだけど、稲森さんが病気の時にすごく読んでた本がこれだという話を聞いたことがありますね。これは間違ってないと思うんですけどね。はい、だからね、これすごい本なんですよそういう言い方でいいのか分かんないんだよね。だから、まあ、あと、いや、どこをね紹介してもね、なんかすごくてね、いや、これじゃちょっと読む、これ神事、ご神事でね、昭和6年9月27日の夜に出た神事というのがこう書いてあるので、ちょっと読んでみたいと思うんですけどね。7つの灯台の点灯者の神事というのがありまして、何時ら天地一切のものと和解せよ、天地一切のものと和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である、天地一切のものが何時の味方となるとき、天地の万物何者も何時を害することはできぬ、何時が何者かに傷つけられたり売金や悪霊に侵されたりするのは、何時が天地一切のものと和解していない証拠であるから、顧みて和解せよ、我かって神の祭壇の前に供え物を捧ぐるとき、まず何時の兄弟と和せよと教えたのはこの意味である。何時らの兄弟のうち最も大なるものは何時らの父母である。神に感謝して、神に感謝しても父母に感謝しえないものは神の心にかなわぬ。天地万物と和解せよとは、天地万物に感謝せよという意味である。本当の和解は互いにこらえ合ったり我慢し合ったりするのでは得られる。こらえたり我慢しているのでようであれば、いるのであれば、心の奥底で和解しているとは言えぬ、和解していぬ、和解していないと、感謝し合ったとき本当の和解が成立する。神に感謝しても天地万物に感謝せぬ者には、天地万物と和解が成立せぬ。天地万物との和解が成立せぬ、せぬば神は助けとうとも、助けとうても争いの念波は神の救いの念波をよう受けぬ。高温に感謝せよ、まあ、これ皇室の皇ですね、高温に感謝せよ、感謝せよ、何時の父母に感謝せよ、何時の夫また妻に感謝せよ、何時の子に感謝せよ、何時の召使いに感謝せよ、一切の人々に感謝せよ、天地のすべてのものに感謝せよ。その感謝の念の中にこそ何時は我が姿を見、我が救いを受けるであろう。我はすべてのすべてのすべてであるから、すべてと和解したものの中にのみ我はいる。我はここに見よ、かしこに見よというがごとくにはいないのである。だから我は霊媒にはかからぬ。神を霊媒に呼んでみても、見て神が来るとは思ってはならぬ。我を呼ばんとすれば、天地すべてのものと和解して我を呼べ。我は愛であるから、何時が天地すべてのものと和解したときに、そこに我は現れる。ということで、7つの灯台の点灯者の神事
というのがあるんですけどね、ちょっとざーっと読んじゃったんですけどね、まあちょっとここでね、まあ今の時代にちょっとね、びっくりしたところなんですが、何時の召使いに感謝せよってとこなんですけど、これ昭和6年なんでね、家にお手伝いさんがいるっていうのは普通、お金持ちの家だったら普通ですからね、そういう意味です。はい。まあ、そういうところがあるわけですね。昔はほら、コンピューターもないしね、車もあまりないものですから、もう、人が結構働いてるんですよ、いっぱい。だから物を運ぶにも第八車に乗ってですね、人が、ゴロゴロゴロと引いていくようなところなんでね、人がいっぱいいるわけですよね。だからまあその会社で使ってる人も召使いとも言えるので、まあ、そういう意味なんですけどね、その個人商店ですよね、そういうところのデッチさんとかね、そういうことをも含めてこれは言ってると思うんですけどね。はい。でね、このここの面白いなと思うのはね、このなんて言いますかね、ここね、こうまず何時の兄弟と和せよと、和せよっていうのがありますよね。でまず何時の兄弟と和せよって教えたっていうのは、兄弟とは何かっていうとですね、もうちょっと説明するとですね、実は全てのものが兄弟なんですね。例えばここで面白いのは、ここで何時らの兄弟のうち最も大なるものは何時らの父母であるって書いてあるんですね。で兄弟っていう意味と父母って意味が、兄弟と父母がなんで一緒なんだってこう普通の人は思っちゃうじゃないですか。ここは意味が2つあって、意味がこういう意味なんですよね。つまり宇宙、ね、全体の中、まあ、宇宙が例えば神様だとするとですね、まあ、大いなるものが神様なんですけど、宇宙を超えたものが神様なんですけど、まあ、宇宙が神様だととりあえずするとですね、まあそのまあ、この宇宙のある全てのものっていうのは、自分以外のものっていうのはやっぱり自分の兄弟であるってことなんですよ、全てのものがね。だから兄弟だと。でもあなたにとって一番その中ですごく大切なものはあなたの父母なんですよっていうことを言っているのがこの文章なんですね。でこういう表現になってるんですけどね、うん、なんでティディはこれ説明しちゃうんだっていうのなんですけど、まあ説明できるから説明できるしちゃうんですけど、まあそういうことなんですけどね、うん、まあということでこういうのあってね、だからつまりこれね、僕見た時にねすごく思ったのはね、まあ、これもう実際にやってみたりしたんですよね。この感謝するっていう書いてあるじゃないですか。だから全てのものに感謝したら一体どうなるんだろうかっていうのがあってね、やってみたらね、やっぱこれ本当にね、意識が上がるんですよ。で、例えばね、波動のね、まあ、自ら伝言の本とかもありますけど、感謝っていう言葉はすごく波動が高いんだっていう話、愛、感謝っていうのが高いんだっていうのがあるじゃないですか。だから本当に感謝ってことはね、すべてのものと自分と調和させるんですよ。ですからね、感謝してるってのはすごくね、意味がありますよね。だからその点ね、だから、例えば病気のでなんか心がちょっとやっぱりいろんな問題で、ね、誰かと争ってとかいろいろ問題があってですね、そういった状態になってる時にですね、まあ、生命の実相とかをちょっと読んでですね、いろんなものに感謝していったとするじゃないですか。そうするとその人の波動が上がっていってしまってですね、まあ、その病気の原因であった部分がですねクリアしてされてしまうこともあり得るわけですね。そうすればまあ容易にですね、病気も治ってしまうことはあり得るんですよね。ですからね、その点を考えるとですね、この本はね、やっぱすごいとしか言いようがないんですよ。でね、まあ、まあ、パラパラ読みでちょっとまたやったんですけど、まあ、読んでてね、あれなんですけどね、例えば、どこがすごいかっていうとですね、まあ、ちょっと今日やれるかなと思ったら、やれますね、ちょっと。パラパラ読みで恐縮なんですけど、まあ、ね、やってたらもう、うん。ね、例えばね、私もね感覚的に他力と自力、他力本願っていうのと自力本願っていう言い方が仏教であるんですよ、ね。で他力とね自力ってね、
本質的なことを分かってる人からするとね、なん同じ意味だよってことになっちゃうんですけど、でね、成長の家のところにもね、実はね、これ、まあ、絶対力っていう言い方なんですけど、それね、まあ、谷口正治さんがですね、言ってる言葉でですね、字と他と、まあまあ、これなんていうの、立前合して絶対力ということになってるんですって書いたんですよね。実はね、だって私からすると自力と他力って分裂してないんですよ、実は。あのね、なぜかっていうとさ、その、まあ、自力っていうのは例えば私がね、受験に合格するぞとかって思うじゃないですか。例えばそういうとかね、なんかこう授業で成功するぞとかね、思うじゃないですか。でそれはまあ自力的なところですよね。で勉強するとかね、いうところがすごく自力的なところじゃないですか。でそうすると自力でそうやって思った時に、例えばそういう成功するぞとかね、まあ、受験的その年齢学校に合格するんだって強く思った時に、どういう力が働くかっていうと、今の自力で今勉強したっていうのプラス、実はその自分の外側の世界にそれが現実化するようにことが起こり始めるんですよ。でそれが他力ですね。だから自力と他力はね、実は外側に向かってる、外側が動いてる状態が他力と表現されてて、で自分が行ってるのが自力なんですね。だからこれ混然一体としてるんで、これまあ絶対力って表現してるんですけど、まあ正しいんですよね、非常に。だからああすごいレベル高いもんだなってここでも分かるんですけどね、だからこれよく分かってない人ってのは、自力が正しいんだ他力が正しいんだとかってね、これ議論やっちゃってるんですよね。これそうじゃなくて、どっちも混然一体としたものなんでね、議論する余地ってないんですよ、本当はね。本当はでもそれなぜ議論しちゃうかっていうと、それ分からないから議論になっちゃうんですけど、だから分かんない人はそう議論になっちゃうんですね。申し訳ないんだけどね、それはしょうがないです。その人見えないんだからね、うん、まあそういうことなんですけど、まあということとかね、書いてあったりとかですね。まあだからこうチャネリングって言い方、まあすごく、まあその頃チャネリングって言い方なかったんでね、申し訳ないんですけどね、まあそれでちょっと思われちゃうとちょっと失礼だとなったらちょっと申し訳ないなと思うんですけど、まあ今で言うとチャネリングっていうことですよね。でそれでこう出されて、まあね、まあそんな簡単なもんじゃないんだって言われちゃうかもしれないんですけど、まあね、そこまでね、綺麗なね内容が出てる本なわけですよね。ただね、私もね、まあびっくりしちゃいますね、読むとね、本当に。うん、あとなんかあるかな。うん、ああそうですね、晩挙喜逸って考え方ですよね。で晩挙喜逸っていうもの考え方がきちんとこのね、この文章の中に含まれているということですね。で、まあ、これ書いてありますけどね、光明宣言っていうのがあって、我らは宗派を超越し生命を礼拝し生命の法則に随順して生活せんことを期すっていうのを書いてあるんですよね。まあ、ちょっと難しい言葉ですけど、まあ宗派を超越するって書いてあるんですね。でこれってのはスピリチュアル、今でいうスピリチュアルのことですよね、はっきり言っちゃうと。でスピリチュアルやってる人ってのは、まあ、例えば何でもやるっていうかね、キリスト教のいいところも学ぶし、その仏教のいいところも学んでいくし、ヒンズー教ね、イスラム教、何でもこういいところを学ぶっていう姿勢があるわけですね。でお互いに、まあ、その尊敬し合っていこうという考え方があるわけですね。だから今のスピリチュアルの考え方に非常に近いんですね、この、 あの生命の実相自体の考え方がですね。でしかもね、私これね、ちょっとあんまり見せるのあれなんだけど、ここにね、これ古本屋でね、300、ちょっと汚いとこもあるんだけど、300円で僕が買ってきてるんですね、これ。でこのね、内容の例言が300円ですよ。まあね、まあブックオフとか行けばそういうのはあるかもしれないですけど、もっと安いかもしれない、今ね。もしあった場合ね。うん。それぐらいすごいんですよ。でね、我らは生命権限の法則を無限成長の道なりと信じ、個人に宿る生命も不死なりと信ずっていうのがあるんですよね。でこれちょっと読んでみたらですね、やっぱりっていうか
これなぜ波動が高いかという話になってくるんだけどね、バイブレーションが高いのかって話になってくるんだけど、その本当のことが書いてあるものってのはバイブレーションが基本的に高いんですよ。でだからバイブレーション高いから病気治るっていう流れがあるんですけど、まあね、だから整っちゃうわけですよ、読むとその人のバイブレーションがね。でまあこれね、そのまあ生命の権限の法則が無限成長の道っていうね考え方がまずありますよね。まあそれはそうでしょう、一人一人がやっぱり無限にまあ成長していくっていう考え方があると、うん、これは分かりますね。これは中村天風さんみたいな方もいらっしゃ言ってらっしゃることになるわけですけどね。あとまあ個人に宿る生命を不死ないと信ずってことなんですよね。でこれ個人に本当にこう本当にね入ってる生命っていうのもね不死なんですよ実は。まあまあテまあ、スピーチャーテレビの紹介あの説明しましたけど前、まあ、緊急塾でも言いましたけど、結局ねそのだから私たちは生まれたこともなければ 死ぬこともないんですよ実は。で、ね、これからもずっと生き同士の魂なんですよね。じゃあのもともと本質的なものがですね、だから神がですね私の中に入ってるんですよ、みんなの中にも本質的なものというか、だから、まあ、キリスト教でいうとアルファでありオメガであるっていうね、でありであるものであるとかね、その全てのものをもう司る統括したその大いなる存在が一人一人の中に入ってるんですね。でだからまあ死っていうのは肉体が死ぬっていうのが死っていう意味で、その魂っていうんですかね、そういった本質的なものはですねずっと生き同士なんですよ。だからまあ成仏するっていうじゃないですか、なんか死んだらね、だからそっちの世界に戻るっていうかね、まあちょっとあっちの世界行って戻って休んでくるっていう、どっちが本当の世界なんだか分かんないんだけどさ、この世が本当の世界なのかあの世が本当の世界なのかちょっと分かんないですけどね、あの世が本当の世界じゃないかっていう人も結構いるわけですね。でまあそういうことでね、あるわけですね。うん、ね、あと我々は人類が無限成長の、まあ、成長の家ですかね、無限成長の誠の道を得まんがために生命の創価の法則を、研究発表するっていうのも書いてますね。我らは生命の糧は愛にして祈りと愛語と、三端とは愛を実現する言葉の創価力なりと信ずっていうことですね。あのね、ここのね、まあその私だからまあ興味持ったから、ね、一回会合とかにこの行ったことがあるんですよ。前はね、東京フォーラムでやってたかな。でね、行ったらね、愛をすごく感じる方々だったですね。いらっしゃる方々がね、そういうのをすごく私は感じましたね。あとね、私のねすごく尊敬してる人でね、私がその本当にこの人は愛があるなと思った人がね4人ぐらいこの世界にいるんですけどね、私が まあ、ただマザー・テレサはお会いしたことないんでちょっとそういう人はちょっと覗くんですけど、実際に会った人の中で4人ぐらいねすごい人がいるんですけど、ね、例えばね、これ言っちゃうとまずいな、まあこの人は生きてらっしゃるから、まああんま言っちゃったらまずいな、まあね、その中の一人がですね、やっぱりこれをやって、ここのすごく影響を受けてらっしゃるっていう話を聞いたことがありますね。ね、おもちゃが好きな方なんですけど、ね、あんま言っちゃうとダメですね でね、やっぱその人見てるとね、やっぱすごい愛を感じるんですよね、言葉の端々にですね。だからこのそういうね、その全てと調和して生きるっていう考え方がすごいですね。やっぱり運がいいですよね、そういう方はね。やっぱり何かと戦っているわけではないからね、全てと調和して生きるっていう感じになってますんでね、やっぱりこの人は愛があるなって思った方の人ですね。まあ他の方だとね、例えば例として言うと鈴木秀子さんっていうね、精神女子大学の教授をやられていたキリスト教のシスターだった方
まあすごいやっぱ愛がを感じましたね。お会いした時にうわこの人本当にすごい愛ある人だなって思いましたし、あとそうですね、あのまあ今スピーチャーテレビで出てますけど、マスターゲートさんですね。マスターゲートさんもまたですね、まあこの人がね、この人はもう弟子の足洗うなってもう直感で思いましたね。あこの人すごい愛のある人だと思ってね、そういう僕はね教えよりねあの悟りの因果で出るとかそういう話よりですね、あゲートさんすげえ愛あるなと思ってね、それで僕感心したんですよね。それがですね、ちょっとゲートさん好きになったきっかけですね、僕はね、うん。あと誰だっけ、あともう一人いたな誰だっけ、会ったことあるのはね、忘れちゃった誰だったっけな、うん、忘れちゃいけないですね、うん。だからやっぱり世の中にはねすごい愛のある方ってのはやっぱりいてですね、あやっぱり自分のね愛のねもっと愛を高めてかいかなきゃいけないなって常々そういう人たち会うと思いますね、はい。まあ、ちょっと私も頑張っていかなきゃいけないなと思うんですけどね、はい。あこう書いてありますよね、これ7つの光明宣言の中の次ですけど、我らは神の子として無限の可能性をうちに抱有し、言葉の消化力を、まあ、これは創造性の層で、まあ、と科学の科ですね、化けるの消化力を駆使して大自在の境に達し得ることを信ず、大自在、大自由とかそういうことですかね、だから言葉の消化力か、言霊なのかな、これ、まあ、ちょっとこれはちょっと読み込んでなくてごめん、申し訳ないんですけどね。でまあ神の、我々は神の子ですって言ってますよね、これも。で無限の可能性をうちに、保有しって書いてありますね。でこれ私がさっき説明したのと同じなんですけど、結局そうなってるんですよね、そういう仕組みなんです実は。だからこれもまたこのままバッチリ合ってらっしゃる、合ってらっしゃると私が言うのもなんですけど、研究者なんで申し訳ないんですけど、ね、そういう言い方しちゃうんですけど、本当にすごい内容なんですよ。であともう次がですね、我らは良き言葉の消化力にて、まあこれは良き言葉を使おうっていうことだと思うんですけどね、つまりネガティブな言葉使わないとかね、つまり良い言葉を使っていれば、ね、その現実が周りに現れてきますからね、でだから我らは良き言葉の消化力にて、まあ消化力、まあ影響力って言いますかね、それがこう現実になっていくような力ってことでしょうけど、人類の運命を改善せんがために良き言葉の著述、出版、講習、講演、ラジオ放送、テレビジョン、その他あらゆる文化施設を通じて教義を宣布するものです。まあ宣布って広報ってことですね、書いてあるんですけどね、なんかこれ読むとね、なんかこれスピーチャルテレビじゃないかってこれ思ったりするんですけど、なんかスピーチャルテレビと同じようなこと言ってるなって思っちゃったりするんですけどね、あと次ですね、我らは正しき人生観と正しき生活法と正しき教育法により 病苦、その他、あ病苦はこれ病気の病と苦労の苦ですね、病苦その他一切の人生苦を克服し、相愛協力の天国を地上に建設せんがために実際運動を起こすというふうに書いてあるんですね。これがまあ成長の7つの光明宣言、というところなんですけどね、本当にですね、もうこうなんていうのかな、もうなんていうのかな、ここおかしいよねみたいなところで一切ないんですよ、ここら辺のところに関してはね、本当に綺麗な言葉なんですよね、この辺はね、と私は考えてるんですけどね、だからね、すごいんですね、ここだけでもすごいんですよね、だからこのね、谷口正治さんという方がですね、どれだけ精神性の高かった方かっていうのはね、読むだけですごく類推されるんですよ、相当高い人ですよこの人、どう考えてもはい、まあね、まあ、この同時期に五井先生って方も、五井先生もいらっしゃったんですけど、まあ、五井先生もやっぱすごいとは僕は思うんですよね。すごく尊敬してるんですけどね。
まあちょっと私年齢的にお二人に会えなかったんでね研究者になったのが遅かったもんですからね、お二人ちょっと生前の時にはお会いできてなかったんですけどね、まあだから本当に若い頃に中学生とかで目覚めてればお会いできたかもしれないんですけどね、まあ、ちょっと中学生ではちょっとスピーチャルっていうかこういったところの方ではちょっとまあ研究の方には行かなかったんでね、そうにはならなかったんですけどね、うん、まあ、ちょっと残念だなと思うところはありますね。うん、ね、まあだからこういうね、本があるんだなっていうことで、だからこれブックオフでですね、ちょっとそういうの言い方あれなんだけど、いやなんかね、いや聞くところによると、その内紛状態になっちゃった理由っていうのが、そのまあ今の、トップの方がね、もうこれは古いんだとねっていうことで、これはもう売らないようにしようってことにしたらしいんですよ。でもね、この本ってね、真実が書いてあるんですよ。でね、これはちょっと僕はね、真実を書いても売らなくなるっていうのはちょっと、これはねちょっと問題あるなとすごく僕も思うところがあるわけですよ。で本当にでも波動がね高いからね、僕はびっくりしましたね、この本はね。で、まあ、波動調、まあ、波動測定器ちょっとあれなんだけど、21とかね、そういうまあ、一番高い数字とか、これ神とかそういうとこにある波動の値が出そうな、多分出たって言ったと思う、聞いてたような気がするんですけどね、そういう本なんですよね、実はね。だからね、これで病気読んでたら病気治っちゃうっていうのは僕は本当だと思いますけどね。本当ってか、いっぱいいるんですけどね、実際にはいっぱいいるっていう、それがあったから、そのね、昭和の時代にね、これもっと病気治るよって本当にこうあっただと思うんですけどね。それだけですよね。だから読んでてもね、本当にこう、まあ自分が現れるようなね、そういう波動を持っておりますよね。ちょっと持ち上げすぎかな。まあそれだって本当にこれすごいいい本だからね。ね、だからこういう、まあね、だからこれ知ってると知らないと、じゃあ、ね、人生変わってくる場合もあるし、だから稲森さんとか読まれてたでしょ？ね、だからあとあまり名前出したと、ご活躍中の方の名前出したと申し訳ないけど、稲森さん読んだって言ってるような気がしたんで、言っちゃったね、怒られちゃったから、これ言っちゃうと。だから、そういうとこがね、ありましてね、こう、あるわけです。だから、これね、だから、基本、すごい基本がいっぱい書いたんですよ。本当は、基本がダメ、その、基本だから、それが、これが本が、その、なんていうか、初心者向けとか、そういう意味じゃなくて、基本っていうのが、まあ、とにかく、基本、宇宙の法則の基本なんですよ、全部。基本というかね、基本イコール本当のことだから、真実なわけですよ。それがこう分かりやすく書かれてる本なんでね、まあどっか本当に見たらですね、これ実際1巻から40巻まであるのかな。で、私全部は持ってないんですけど、一部持ってまして、でピラパラ読んでるんですけど、ああやっぱりすごいいいこと書いてあるなっていうような本なんですよ、これがね。だからちょっと見つけたらですね、ちょっと1個ね買ってもらってですね、ちょっと読んでみると面白いと思いますよ。いろいろ何々編とかいろいろあるんですけどね、それはちょっとおすすめします。まあでもね、最初誰かに聞いたんだけど、 1巻と7巻がすごくこの凝集したいいこと書いてあるっていうか、基本のところだからそれ読んでみなさいっていう話もあって、1巻と7巻をね見つけられたら一番いいんじゃないかなとは思うんですけどね。で、見つけられない方はちょっとこれ、まあ新しいところでもまた出てるということなんで、なんか出なくなっちゃったんだけど、やっぱりちょっと有志の方がですね、これは出なくしちゃうのはちょっと問題だと、忍びないということでね、また新刊で出されてるという流れがありましてですね、まあ、そこへの経緯というのはいろいろ私も知ってるんですが、ちょっとそこら辺はちょっと今回触れないことにするんですが、まあそういったことで出されてますんでね、そういうのも見読んでみるのも手かと思います。はい。で、だからね、非常にこう、なんて言いますかね、私としてはなんでこんなハードル高い本が出版停止になったのみたいなところはあるんですよね。だからちょっともったいない。だから神との対話が売らなくなっちゃう、売らなくなっちゃったみたいな感じなんですよ、はっきり言っちゃうと。それはちょっと、ニードラジオウエスさんに悪いだろうみたいな。ね、僕、ニールに会ったことありますけど、まあだから、インタビューしたことありますけど、まあだから、
ね、そう、それじゃちょっとまずいしね、じゃもったいないですよ本当に。だからこれ本はっきり言ってね、こう日本の宝ですよはっきり言っちゃった。だから日本でもこんなにね細かくね、この神との対話って言っちゃうとあれなんだけど、神との対話みたいなって言っても言っちゃうともうちょっと申し訳ないんだけど、まあちょっと表現方法がちょっとないんでね、こんなすごい本がですね出てたっていうことがすごいんですよ。それをね気がついた方は、今まで人生の中で気がついた方はやっぱりすごくめっけもんだと僕は思いますけどね。でまあこのテレビはね基本的にここに書いてある通りですね、あの馬鹿均一なテレビでございますから、もう何でもいいものは紹介しちゃうんですね。それがうちのスピーチャーテレビの、ね、特徴でございますからね。こうやっていいものはいいんだもんね。だからその隠したりとかね、いいものだけほらこれいいものだから自分だけ使おうとかそういうことしませんから、何でも出しちゃうね。でこのほら新しい時代ってのはオープンな時代ですからね、あのだからみんなで天国作りましょうっていう時代ですからね、もうどんどん出しちゃうっていうね、いいものはねとこがありますよね。でちょっともう本当もったいないですよねこれね。いや結構あとね僕ね評価してたのはね、ここまあこの日本教文社っていうところがまあ出てたんですけどね、ここがね結構ね出してる本がねいい本多かったんですよ。本当にスピーチュアル系の本もいっぱい出してくれてですね、ほんとこれいい本多かったんですよね。まあ今ここからどうなるかちょっと分かんないんですけど、まあ、いろんな事情があるのでね、でもまあ本当にいい本出してますよ。ね。で、ね、そういうとこなんですけど、じゃあちょっと待って、そしたら、ね、ちょっと読む、書き込みがいっぱい来てます。読んでみましょう。はい。くくりさん、神は確か、塩土の G、塩釜神社の神様？あ、そうなの？そうなんだ。塩土の沖縄なんですか？そうなんだ。へぇー。あ、帝明天皇、まあ、大正天皇の沖崎さんを読んでたと。はあ、はあははあ、なるほどね。すごいですね。チーノさん、ネットで検索しました。生命の実相。全40巻あるんですか？そうなんです。40巻あるんですよね。でね、ただね、絶版に一回なってるのでね、なかなか、手出しにくくたり、買ったりとかですね、値段がすごい上がっちゃってる場合もあるんですね。だから、ブックオフで見つければ100円ですから、それが裏技ではないかなと思うんですけどね。まあ、アケルさんとか帰ってくれてますから、ありがとうございます。ね。これはちょっと、アケルさんに教えてもらったんですよ、いっぱい僕ね。ね、昭和10年当時の主婦の友氏にいて奇跡の書籍と紹介されたのがきっかけで大ブレイク。今も4時5時ブームかもです。ああなるほどね。だから本当にこの本ね、奇跡の本と言ってもおかしくないんです。だってバイブレーション高いんだもん。だからこんなものをね家に置いといたらですね、そこからすごく光が出てるような感じになるんじゃないですかね。そういうようなんですよ。だからその前がすごくエネルギー上がっちゃってね、こうまあいいような調和していくっていう流れも出る可能性がありますよね。あんまりね言っちゃっていいのかなっていうところなんだけど、まあ本当のことだからね言っちゃうんだけどさね、そういうもんなんですよ。まあでもバイブレーション高いものっていっぱいありますからね、まあ、これだけじゃないんですけど、まあこれもそういうものの一つですよということで、まあ私はちょっとね紹介してるわけなんですけどね。そうそうそう、だから一巻うまく多分一巻一番出てると思うんで、一巻手に入れられて一番いいかなと思うんですけど、一巻とか7巻とかね、いいと思いますよ。ね、でまあ、1巻とかでもちょっと書いてありますけど、まあ、病気をどうやって治すかみたいなところが書いてありますからね。これも面白いと、いいと思うんですね。これ、総合的に書いてある本だから、1巻ってね。なかなかいいと思いますね。
まあでもね、なんでねこうなっちゃってるのかねっていうか、このまあ販売中止になっちゃったりね、そのこういう風になっちゃってるっていうのはやっぱりバチカンの流れとか今ちょっとあるじゃないですか。でほらローマ法がちょっとこう引退されるって話になっちゃって、でだけどあと他のとこからほらなんとかリークとかリークするとこから出てきちゃった情報としてはいろいろ内紛があったんだってね、やっぱり。で内紛があったそうなんでちょっと嫌になっちゃったっていう話が出てますね。でからその辞めたいっていう話になっちゃってるっていうことも言ってらっしゃる方がいらっしゃるんですよね。本当のことはどうかわからないんですけどね。だからあまあねとバチカンでさえそういう状態なんですかっていう話になってきちゃってね。でまあまあね、まあまあいろいろねこう皆さんもご存知だかと思うんですが、いろんなところの情報を総合とするとですね、やっぱりこうまあまあ、すごく言いづらいんですけど、なんか依存みたいな状態になっちゃってるところを、あ、もうダメだ、言えないわ。ごめんなさい。ちょっとエネルギー的に無理だわ。ごめんなさい、ダメだ。ちょっとうまい表現ができないから、ごめんなさい、私が間違ってました。謝っちゃいます、すいません。うまく、完全な表現ができないので、この件はちょっとパスします。まあでも、だから必要な人は必要なんですよ。だから全てのものはね、必要なもんだからあるんですけど、あ、でももうこの件は絶対言うなって言ってますね。言ってる感じがしますね。やめましょう。ダメ。これはダメです。すいません。まあ僕の予想だと、あ、だから、で、もう言うなって言ってますね。まあそういう状態ですよ。うん、まあそういう歌ですね。これや安ければ買ってみてください。あんま高いとちょっとあれなんでね。もともとはこれ900、あ、これいろんな何年に出たかによってこれちょっと違うんですけど、これ今僕手に持ってるやつは多分ね、第何冊とか書いてないのかな。第何冊あった、あっただ。ああ、わかりました。136番です。136冊分。あ、136回刷った分だから、平成2年のやつ、結構新しいやつですね、これね。平成2年版ですね、僕の持ってるやつは。だからね、ね。あ、これね、当中版って言ってね、まあ違う版があるはずです。これはちょっと、すごく、読みやすい版なんですよね。当中版っていう、でだからこれが37年5月から出始めて136回半を重ねていてね、それで平成に出たやつがこれなんですけどね。まあそういうとんでもない136回すっちゃうぐらいすごい本なんですよね。だからね、結構ね、そのなんて言いますかね、ビジネス界とかね、まあ、経営者とかですね、結構これ知ってる人いますよね。だから経営者とかビジネスマンで知らないとね、ちょっとダメよっていう、ダメよじゃないけど、いや知った方がいいよねっていう本ではありますよね、基本的にはね。だから本当に宇宙の法則がきちんと書かれている本なので、これ読むとすごく勉強になるわけですよ。で例えばね、会社で何かしたりとかいろんなするときにですね、まあいろんなことを、人生でいろんなことをするときにですね、宇宙の法則にのっとってやった場合、非常にスムーズに全てがいきますよね。だから多くの人はその法則を知らないで、人間界のなんかいろんなことでこうだからこうだっつってやってごちゃごちゃになったりとか、そういうことがあるじゃないですか。だから本当の真理っていうものを知っていて、そこからこうやっていくとですね、本当にいい仕事ができるわけですね。だからこれをですね、まあ、読んでいくっていうのは、まあ、ご信者にならなくてもならなくて、なってもならなくてもですね、非常に重要な真理をですね、得得することができるわけですね。だからまあ、今がちょっとそういった状態にな、まあちょっとね、団体のところがいろんな状態にな、ちょっとあんまり謎の、まあ説明が難しいんだけど、そういったちょっとね、あまり、
こうはっきりした状態じゃない状態になっちゃってるので、だから個人的に勉強していただくのもいいかもしれないし、でもまあこれを勉強する会みたいなのもあるそうなんでね、そういうところに行ってもいいかもしれないですね。そういうのもあるし、まあでもまあ初め、まあ、読んでみてくださいよ、もしあれだったらね。ということでね、ちょっとこう今回は生命の実相をねこう一押しということで今回 お出しさせていただいてるんですけどね、うん、本当にね、いや、いい本ですよ。こうやっぱ本当にね、びっくりしたもんね、これね。あのびっくりしたっていうのはね、やっぱバイブレーションが高いのよね。うん、だから変なことで、だから例えばね、この本とか置いといてさ、置いといて、この水入れてこうポイとくじゃないですか。で、何時間か置いといて飲むとかさ、なんかお前またオカルトの話をしてとかって言われちゃうかもしれないですけど、本当にね、バイブレーションが転写される可能性がある本ですよ。まあそういう感じしますけどね。あ、ただね、ちょっとこれ私がこれ知った時は、そのそういったちょっとまあごたごたがない時期に知ったんですよ。だからそのグループのエネルギーもすごく綺麗だったと僕は感じたんですけど、今はどうなってるかってのはちょっとわからないんですね。で、それの問題がこの本に影響してるかっていうのはちょっとまたそこもわからないんですね。で、例えば本によってはね、こう今日裏技ばっかり話したんだけど、例えば何か本書いた人がいて、その人がなんかすごく病んじゃったりとか、心が病んじゃったりとかするじゃないですか。そうすると本人もやっぱ波動が出てしまう可能性があるんです。その出てしまうんですね。だから影響を受けちゃうんですよ。だからそのグループのところがそういう状態になってる時に本の波動はどうなのかっていうのは、ちょっと僕はなんとか測定器とか持ってないからね、ちょっとわからないんですけどね。そこはちょっと本当にコップが昔僕が感じた時のように波動を転写されるかっていうのはちょっとわからないところなんですけどね。うん、まあそういうところはあるんです。でも真実は真実だから、その点では波動やっぱ高いとは思うんですけどね。うん、ああそうなんですか。はあはあはあ、あこれこのはあ、なるほどね。まあそうかそうかそうか、そっかそっか、これ神様が小土の翁でしょ、で海神三神にいるのかな、底津渡摘と中津渡摘と上津渡摘と住吉の狼かな、住吉の狼からの御神事だと、まあ3つってことですね。3つ、まあこの三神だから、うん、ちょっと微妙なんですけど、まあ、この、全部で五柱の神様から来た、メッセージだということになるわけですね。うん、なるほどね。ということですね。まあということなんですよ。だからまあこういう機会もないとね、この話はちょっとできないと思うんでね、ちょっと話してるんですけど、やっぱすごくもったいない、状態なんですよ、本当に。だから、あのね、ちょっと、こういう言い方していいのか分かんないんだけど、まあ今、スピリチュアルの本いっぱい世の中に出てるじゃないですか。でね、下手なスピリチュアル本買うより、この本の方が波動高いですからね。もう、これは本当ですよ。もう真実書いてあるから。うん、で、でもまあ、その、なんていうのかな、まあ、こういう言い方していいのか分からないけど、うん、こう、まあ、チャレンジングというか、こう、メッセージの降りてきた本っていうのは、だノイズがどこまで入ってるかっていうところで、ちょっと、まあ、いい悪いって決まってくるんですけど、まあ、神との対話もすごく綺麗だし、これも綺麗なんですよね。そういう点ですごくその間違いというようなものが、まあ、見当たらないんですよ。うん、まあちょっと全部読んでないから僕分かんないけどね、私の、読んでる範囲だとこの間違いみたいなものが、ね、ほとんどこう見当たらないんですね。でだからね、すごい、まあこれもだから その点でもバイブレーションが落ちていないっていうことじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。うん、
やこのネタはね俺やろうやろうと思ってて、ね、ずっとやれなかったネタなんだよ。でもこういう状態になってるからね。でもほらだから逆にこういう状態になっているのでやれるんですけどね。だからだって今までだとほら宗教団体の宣伝番組みたいになっちゃうじゃないですか。でまあでもまあいいとこだったからねそれはそれでもいいんだけど、でもまあ、まあ、でもねすごく、まあ、有名なところをこうスピーチャー出れば出すっていうのもちょっとあれだなと思ったんでね、あれなんですけど、でもまあでもまあこういう状態だから出しやすいですよね。出しやすいってまあそういう言い方しちゃうとあれなんですけど、うん、だからまあこの本すごいよっていうことでね、そのやっぱ谷垣正治さんすごいなっていうしかないんですけどねすごいなと思いますね。あとまあ YouTube とかでね谷口正治さんの肉声とかってね聞いてるとねやっぱちょっといやちょっと感極まるとこがありましてですね、あすごいわやっぱってちょっと思うんですよ。言葉すごいし思いますね。こういうね素晴らしい方がね日本にいたっていうのはねやっぱり、ね、同じ日本人としてね本当に光栄ですよね。ありがたいですよ、嬉しいです本当にね。でしかもこういった素晴らしいものをですね70巻も残してくれていて、まあこれで1巻でこれぐらいなんでそんなに厚くないんで読みやすいです。40巻あるって言ってもね、だからないくつか買ってみてね読んでみるといいかもしれないですよ、まあ、そういうとこありましてですね、まあ、全部が全部今の時代に合うかっていうのはちょっとまあそれは分からないんですが、まあ、昔のいろんな話の引用もあるのでね、まあ、そこは割り引いていただいて、でも本当の真実っていうのは変わらないものがあるわけでそれを読み解いていただければと思うんですけどね、私としてはですね。はい、はい、連絡、書き込みですね、本に触れてみたいと思いましたら谷口正治先生を学ぶ会というところがあります。なるほどね、まあ、これは昔の成長の家に沿った宗教団体と思います。あ、そうなんだ、まあ、あと成長の家っていうのはもちろん今あるんで、まあ、どっちだ、まあ、そっち、もうこれで、このテレビっていうのはね、自分の意思で行ってくださいっていうところだから、まあ、興味あるんだったら、まあ、どちらでも行かれていいと思うんです。新しいところでも、今のところでも、いろんな新しい団体でも、まあ、あとインターネットで調べてみると、いろんな情報出てくると思うんでね。そういうところで興味ある方はちょっと読んでいただければと思うんですけどね。はい、こういうこの話しちゃったんだから、これなんで今日ほら金経塾なんでね、金経塾なんだけどこれを私が話す理由っていうのはね、リーダーは読んでるってことなんですよ要はだこの話さこう教えてくんないよ本当、普通のリーダーのところでリーダーとか金経塾だからやるけどさこういう裏技みたいな話ですよ、もうね、そういうことなんですよね、だからそれくらいね、まあまあいい本ですよ、言ってますね誰かこのね、あけとさん、初めての一冊でしたら第1巻か第7巻がおすすめです。ね、私は全巻所有しております。あ、なるほどね、すごいですね、はい、ということですね、まあということでやっぱ一巻と、僕も一巻と7巻がいいって話を聞いたんでね、やっぱり一巻と7巻は持ってます。はい、ね、ということなんですけどね、まあ、今日も、まあ、政財界の裏の話をしてしまったかなみたいなだってよこれ裏の話知ってるのと知らないと全然違ってきますからね。まあね。まあということでね、今日はね、こういうお話をさせていただきました。まあなんか質問があればって言ってるけど、まあ質問っていうかね、質問っていうとこでもないと思うんだけどね。あ、もう買っちゃった！あ、早いね。早いね。ハルーさん買っちゃいましたか、もう、アマゾンで。早ー。まだ買えるのね。なるほど。よかったよかった。まあそういうとこなんですよね。まあだからね、僕はね、この本をね、いいなと思う人はね、ほとんどね、スピーチャーの人たちとね、考え方同じです。だから、この人たちとは一緒にやれるよね、と僕はすごく思いますけどね。っていうか、本質っていうのはね、やっぱりこう、極めていくと同じになっちゃうんですよ。
だからこれにはそのやっぱ本質書いてあるんでね、ああこの方と行く方向同じだよねっていうのしか、そういうのすごく感じますけどね、うん、だからまあやっぱこれはやっぱ言っといた方がいいんですよね。だから本当その本当に下手なスピーチアルバム買うよりいいっていうね。まあ私まああのね研究者ですからいっぱい買ってますけどね、うん、まあそれは仕事なんでしょうがないんですけど、うん、今ちょっと悟りとかの本ばっかり今買ってますけどね、まあ悟りなんでまあ来週とかですけどね、またちょっといろいろ動きがありますよ、うん、またすごい人来ますからね、うん、そういう感じがありますね。あ、中曽根康弘さんと、ああ鳩山一郎さんも読んでた、はあはあはあ、あ和田和夫さんですね、ヤオハの方、愛読してると公言されてます。公言してる人偉いよね、うん、あ中曽根さんも読んでたんだ、あなるほどね、そっか、うん、やっぱりねこう本質的なところが書いてあるってことですよね、うん、まあ、よくフリーメイソンとかって言ってた人いたけど、そういうレベルじゃなくて、こういうのはちゃんと読んでますかね、鳩山一郎さんとかね、うん、まあそういうところでやっぱすごい人は読んでいるっていうことですね、うん、まあでもまあ本当にすごい本だっていう話があったから、まあ昭和初期でね、やっぱり知識人の方は大体読んだんではないかなとも思うんですけどね。で、ピンときた方は、まあ、すごく関わっていたっていうね。うん、だからね、僕はね、その、成長の家っていうところはね、本当に非常にこう、意識の高い方々がね、いる宗教団体ではないかと、常々私は思ってたんですけどね。うん。これ、僕、ダメだとかそういうこと言ってるんじゃなくて、うん、まあ、それ私の印象だったんですけどね。だからまあ、うん、あ、そうだね、ここちょっと言えないとこ行っちゃうから、ダメだ、これ以上言っちゃいけないとこに入っちゃうから言わない。これ、非難じゃなくて、うん、ね。だからしょうがない。だから、うん、あ、これ言っちゃいけないんだね、やっぱね。うん、多分。まあ、だから皆さんのね、判断にお任せしますのでね、この辺はね。非常に微妙、本当今日微妙な喋り方しかできねえな。うん。ははは。あ、出口日の出さんも良かったです。あ、そうですか。なるほどね。うん、あ、内閣特命担当大臣の稲田富さんも公言されてます。あ、そうですか。やっぱね、いい本ですよ。うん、あのね、三輪明さんがね、終身を復活させた方がいいっていう話をちょっと今日とか読んでたんですけどね。あ、そういうの言ってらっしゃるんだと思ってね。まあ、紅白でね、酔いと負けの歌がすごく人気になって、インターネットいっぱいすごく書かれて、とこあって、そういう反響について、皆さんがね、書いたインタビューをちょっと読んだんですけどね。で、まあ、終身もすごく大切なんだけど、終身っていうのは、ね、まあ、論語から来た言葉か、など思うんですけど、まあ、論語とか教えるのもいいんだけどさ、あ、終身ってのはもともとさ、その人を本当の、まあ、素晴らしい人間としてどうね、こう何を教えるかっていうところで教えたもので、僕はね、その魂が震えるような感動するような話をいっぱいこうね教えるのはすごくいいことだと思うんですよ。で、どこからか勉強をね教えとけばいいんだっていう話になっちゃってね、終身っていうか、まあ、道徳今教えてるのかな、僕分かんないんだけど、ゆとり教育になってから道徳あるのか僕はちょっと分からないんですけど、ホームルームとかあるのかな、まあ、道徳っていうのはあるのかどうか分からないんですが、まあそういったものを教える、まあ教えたっていうか押し付けるんじゃなくてね、うん、まあみんなで考えるっていうかね、うん、ちょっとアメリカだとちゃんと考えさせるんだけどさ、日本でこれ読ませてこうじゃなきゃいけないみたいなこと言いそうだからちょっと怖いんですけど、まあ、そういう人が考えるとかね、これ考えていくとかね、そういう授業をしていただければいいなと思うんですけどね、マイケル・サンデルみたいにね、道徳のなんかやつを読ませてね、ちょっとこう自分たちで考えてみるとかね、そういうことをすることが大切だと思うんですよね。やっぱりこう知識でいてもしょうがなくて、やっぱそれが腑に落ちてね、その人がこうそれを行動に出せるようにならないとあんまり意味ないんですよね。
で、まあここも陽明学だって昔から言ってるんですけど、その陽明学のとこだから行動しないとしょうがないんですよ。行動してもらわないとね。だから私もちょっとそっち系が強いので、やっぱり社会的にね、これはやった方がいいと思うのはやっぱり義教心に駆られてやっちゃうんですけどね、いくつかね、スピーチャー110番とかやってますし、あと、まあ、前やったスピーチャーコンベンションというのもですね、まあ、オウムとかの事件があって、まあ、そのネガティブなものの人を救済するっていう意味もまたありましたし、あと全くそういうちゃんとしたいい仕事をしている人たちがね、こう宣伝する場所がなかったんですね、本物の方がね。オウム事件が起こっちゃってヨガ教室とか全部潰れちゃったんですよ、本当は。実はね、15年前とかね。でそういう流れがあって、それじゃもうかわいそうだなと、皆さんがね、じゃあそういった人たちがちゃんと宣伝できる場所があるし、オウムの人たちにはもっとほらこっちいいものを見せればわかるわけだから、いいものを見せてほらこっちにもっといいものあるよっていうふうにねして、自然と抜けるようにですね、まあするっていうこともあってやったわけですね、スピーチャーコンベンションってね。そしたらまあ非常にこう全国でね、流行していただいてですね、多くの人がまあ参加していただいて、まあね、すごく自分たちの道を歩むみたいな流れになってみたんですけどね。だやってる時はそんなことは言わなかったんですよ、一言もね。だからそういう裏の意味、まあ、社会的にね裏で支えるっていう意味もあったわけですね。そうしないとだって、世の中の人はね、なんというか、ダメだダメだっていうのは言うんだけど、その人は次にじゃあどこ行けばいいんだっていうのを提示しないでダメだダメだって言うからね、そうするとみんな路頭に迷うんだよね。それはまずいと思うんですよね。だからより良いものもやっぱ出しておくことが必要で、より良いものがあったら自然とそっちにみんな行くからね、と僕は思ったんですけどね、まあということで、まあそういう風になったんではないかなと思うんですけどね、はい。そらさん、初めての参加でいいお話を聞きました。あ、どうもありがとうございます。まあ、緊急塾っていうのはいろんな話してんですけどね、今日はこの政財界の裏技の話ですね。裏技って僕は昔ゲームプログラマーやってたからさ、裏技って言葉好きなんだけどさ、その使っちゃうんですけど、思わずね。だからちょっと僕サブカルも得意だからね、そのサブカルチャーもね、パソコン通信の代表やってたからね、もうありとあらゆるサブカルチャーの情報とか知らないとできないんですよ、パソコン通信の代表っていうのはね。だからもうだからアニメだろうがね、いろんなことも全部知ってんですよ。だけど美術もアートも知ってるしね、まあだから広いわけですよ、経営のことも知ってるしね、まあそういう、まあそういう存在なんですけどね、ちょっと変わったね。でも今興味を持ってるのはやっぱりスピーチャーと宗教学みたいなところに行って、で最近は悟りの研究して、まあ結局インカももらってきちゃったっていうねいう状態なんでね、ちょっとすごく変わった研究者なんですけどね、いやでもほら行動しない研究者ってのはダメだと思うね。ほら慶応大学の柏さんっていうね、私の結構仲良くさせていただいている教授さんもいらっしゃるんですけど、やっぱりね、言ってるのはやっぱり教授もやっぱり実際にやんなきゃダメだよねっていう話をするわけですよ。で柏さんはね、やっぱ座禅とかそういうのやってらっしゃるんですよね。でいや僕もやっぱそういうのねありますからね、やっぱりやっちゃうわけですよ、実際に入っていっちゃうわけですね。入っていってやっぱやって、やっぱ自分試してみないといけないですよね、だから例えばこういうね本があってね、いい本があるよって言ったら、ちょっとまあ読んでみるっていうかね、で読んでみて、ああなるほどねっていうね感じになるわけですよね。でまあそういう体験がすごく重要ですよね、だからこれそうね、やっぱり本当に日本版神との対話だから、僕はすごくおすすめしますね、でもどうなんだろうね、本当そのバイブレーション落ちてるのかな、落ちてないのかな、どうなんだろうね、そこは全くちょっと僕はわからないのでね、そこを判断するだけの力はちょっとないんですよね、僕は。まあちょっとそこが分かったらいいなと思うんですけどね、まああと多分波動測定器とかで測ってみれば、多分今のこの生命の実相とか測ってみると、すごく一目瞭然ではないかなとは思うんですけどね、闇を持って実際の研究者脱没、ありがとうございます。そうなんだけどさ、
まあ、全部できるわけではないんでね、まあ、そこがまああれなんですけどね。だからちょっと世の中の人がさ、やってもいないのにさ、だからよ、多分これを読んでもいないのにダメだっていう人とかいたりとかするじゃないですか。すっごいそれ悲しいよね。それ意味ないじゃん全然。だからそれさ、読んでみてダメだっていうのはわかるけどさ、読んでないのにダメだっていう人とかって僕あんま好きじゃないですね、そういう人たちはね。まあだから読んでみてやっぱり自分に何かしらいいことがあればね、まあそれはやっぱりわかるんでね、だと感じなきゃダメですからね、スピリチュアルとかね、そういうものってのはやっぱりその腑に落ちるようにするっていうかね、その腑に落ちて、まあこうね、 頭で分かったって言ってる意味じゃなくて、腑に落ちてちゃんと中に落とし込むことだからね、まあ、それがすごく大切なんでね、頭、あとからこうつい研究者だとね、こっちで考えてね、あのね、もう実践することをおろそかにしたんですよ。私もそうなんですけどね、でもね、そういうとこもあって、だから、ごめん、宿泊してましたけどね、悟りのやつやっててね、ほんと宿泊しましたよ、本当に。